USD 支給ないですね。USD 支給ないですね。ねえ。あ、消えちゃいました。あれ、本間洋先生です。償う方は出てこないというか、この通貨3つしかないですね。ユーロ GBP これ。GBPCAD。ね、それから GBP JPY、これね。あと USDCHF がない。 USDCHF なし。ユーロ USD もなしなのね。ねえ、これすべてでしょ。ユーロ、USD もないよね、ここにね。それから GBP、USD。もないですね。USD、CAD。もないわけです。だから今のところこの3つしか使えないんですね。だから、これ出てもしょうがないから、古いかもしれないから出してきますか。37,141円から、先週はタイだったでしょ？一勝一敗だったね。で、今週月曜日なんだけど、今週出てくるかですね、シグナルね。週に2個ぐらい、これだけ出してて2個ぐらいしか使えないですね。シグナルが出てこないってことですね。以上ですね。報告ですね。まだシグナルが出ていませんって。